オルジェイトゥオルジェイトゥハン、ペルシア語、オリエトゥ、ウルジェイトゥカン、二百八十年から三百十六年十二月十六日は、イルハン朝の第八代君主、ザイ,イ。1三百四年七月二十一日から三百十六年十二月十六日、第四代君主、アルグンの第三子で、第七代君主、ガザンハンの弟、アブサイードの父、 アニガザン藩ンの目指したイランイスラーム的なモンゴル国家像によるイルハン朝再建の政策を引き継ぎ国内の財政と軍政宗教問題などの安定化モンゴル帝国省をかとの融和政策にも取り組んだその過程でシーア派回収宣言をしたことでも知られるなお日本語表記ではオルジャイトゥと表記されるものもあるオルジェイトゥは ある軍と、フレグの日であったドグズ・ハトゥンの兄サリジャの娘、ウルク・ハトゥンとの子である。誕生時には、オルジェイブカと称し、ジャシを避ける慣習により、テムデルと改名。王子時代はペルシア語で、ロバ引きを意味する、ハルバンダ・カラバンダと呼ばれていた。即位にあたり誕生名オルジェイブカにちなみオルジェイト、ハンを合した。直などにおいては、オルジェイトスターンを称号とすることを宣言し、 また、ハルバンダにちなみ、アラビア語のアブドゥッター、神、アンダーの下僕のペルシア語による訳語である、フダーバンダ、クダバンダと変え、アニガザンがマフムードと称したように、ムスリム回襲名としてのムハンマドを加え、スルターン・オルジェイトゥ、ムハンマド・フダーバンダなどを称している。中古モンゴル語のオルジェイトゥとは、トゥルク語のクトルー・ガンマと同じ、幸福、オルジェイモテルという意味である。 兄ガザン藩の存命中は、ホラーサーン方面全域の統括を任されており、兄が掲げるイルハン朝国家の大規模な改革政策をよく理解し、全面的にこれを補佐した。ガザンもオルジェイトをよく信頼しておりわずか9年の治世であったが、軍政などの諸改革に邁進できた背景には、近親であるオルジェイトらの助力が大きい。1304年5月にガザンがしたとき、 オルジェイトは、認知ホローサーンでその不法に接した。外発藩の死アラーフランク擁立の動きを、察知すると、直ちに倒滅させた。そして、同1304年7月に、アゼルバイジャン地方のウージャーンの地で、王妃王族、武将たち、帝身らを参集させて、クリル隊を開き、範囲に衰退された。オルジェイトは、基本的に、アニガザンの政策をそのまま引き継いだ。 すなわち政務では、ガザンの下した野さを基範とし、合わせて、イスラームの戒律を遵守するように命じた。また、モンゴル軍民の管轄は、ダイアミールのクトルグシャート・スルドス部族の党首、チョッパンらに任せた。財政は引き続きラシー・ドゥティーン、サー・ドゥティーン・サーベジーラを最小として止めさせ、また、ガザン時代に施行された枠府関連の事業や、税制も追認された。また、 マラーガテン問題の長官にナスイールティーン、トゥスイーンの息子、アスイールティーンを着任させた。オルジェイトの時代は、カイルとモンゴル皇帝クビライが相次いで死去したことで一時的に中央アジアの騒乱が解消され、即位した年の9月には、大岩町のテムルカーン、カイルの後を継いだチャパル、チャガ大家の当主、ドアからの施設が祝賀のために越見を受けている。 オルジェイトの治世中には、ケルマンのカラヒタヤーサが所領を没収されて、財務当局の管理に移され滅亡した。ヨークン・シャー・ジャハーンは、シーラーズで陰遁して、生涯を終えている。また、永年放置されていた、ギーラーン地方が1306年に征服され、これで、イラン全土が、イルハン朝の統治下に置かれるようになった。彼の治世によって財政は安定化しつつあったが、 ガザン時代にも生じていたシャーフィー派やハナフィー派などの法学派官やシーア派、スンナ派官の対立が再燃した。オルジェイツは最終的にガザンが表明できなかったシーア派に帰還することを決めたことで知られている。彼の時代に鋳造されたディーナール銀貨にはシーア派初代マームの三人、アリー、ハサン、フサイン親子の名を刻ませ、 同様の言葉を読ませていたようだが、すんな派であったラシー・ドゥッティーンや、チョパンらを罷免するということはしていない。彼の治世中に、ラシー・ドゥッティーンはガザンから返産を命じられていた。終始、ジャーミウッタワー・リーフが完成し、1307年4月に、検定された。オルジェイトゥは、なお、モンゴル帝国全土が、タブリンに和平したことを祝して、 さらにガザンによって定められたモンゴル氏のみならず諸国氏、諸民族系不図をそれぞれ追加するように命じ、1314年にこれが脱行したとされている。従来のイルハン朝宮廷の東映地と夏イジはイラクのバグダードやアゼルバイジャン地方にあったが、オルジェイトは新たにジャバール地方に夏イジとしてソルターニー家という都市を建設した。彼はオルジェイト病を建造し、 そこに葬られている。1307年に、チャガタイケのドゥアが死去すると、ホラーサン地方伊藤は、チャガタイケ内部の後継紛争の余波を受けるようになる。オルジェイトゥア・ドゥアの息子で、メルブ、ガズナ、スイースターン方面と東方のカラウナス軍団を、統括していたクトルカ法者の動向を常に警戒しており、彼の息子、ダーウード法者がこれらを継承すると、 チャガタイケ内部のダーウードを放築する一派に援助して、ホラーサーン方面軍をアム側の教育に派遣した。1315年には、チャガタイケの当エセン部下は、現長軍との交戦の合間にも、この報復としてたびたびダーウードやケベク、ヤサウルラの軍を、ホラーサーン地方へ侵攻している。1313 13年、着手のアブーサイードに、後継者として、ホラーサーンを安堵する。 1315年に、ジョチケの王族で、イルハン朝に基準していたバーバが、ジョチウルスの領土であったホラズム地方を侵犯し、さらにこれを好機と見たエッセン部下も、ジョチケへの挑発行動を行った。ウズベク藩はこれに怒って、施設をオルジェイトのいるソルターニー家に派遣し、前所のない場合は、アラーン地方からの侵攻もあり得ると根性させた。オルジェイトは、バーバの独断であることを認め、 バーバを処刑している。同年4月にはさらにマムルーク長軍が侵攻して、マラティア、キリキアを相次いで略奪し、ダイアミエル著番が派遣されて、マラティアの住民救済を行った。1316年に、真っ赤の統治者で聖水への出身であるイッツディーン、クマイザが、彼の弟アサドゥ・ディーン・リマイサを講演する、マムルーク長のスルタン・ラーシルによって、真っ赤を追われ、 イルハンチョに亡命してきた。フマイザは、後に真っ赤に帰還すると、オルジェイトの後を継いだアブーサイードの名前で太葉を唱えさせている。1316年12月16日、ソルターニー家にて、36歳で病没した。オルジェイトが、フランス国王フィリップ4世に当てたウイグル文字、モンゴル語による1305年5月13日付の書簡が現存する。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。